皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。突然ですけれども、静岡県の浜松市に遊びに行こうかなと思います。ぜひ、静岡県浜松付近にお住まいの方、遊びに来てくださると嬉しいなという感じでございます。もう少し具体的に場所を言いますと、浜松駅近く。まあ、駅近くといっても3キロくらい離れてしまうので、ちょっと歩くんですけれども、まあ、そっちの浜松駅近くのハルソニックさんというスタジオの H スタジオでございます。時間としては夜6時から夜8時までの2時間。ちょっと僕はこちらにおりますので、よかったらご都合つけて遊びに来ていただけますと嬉しいなという感じです。9月22日火曜日、シルバーウィーク真っ盛り中の祝日の火曜日でございます。よかったら遊びに来てくださいませ。で、まあね、毎回こう疑問に皆さん思われているみたいなんですけれども、なんかこうみんなでこうガトスタジオに集まって何やんのよと、思うじゃないですか。まあ、ハルソニックさんの H スタジオ40畳ぐらいあるんで結構大きいスタジオですよ。そのスタジオに集まって何をするんだと、思うじゃないですか。まあ、これがですね、何とも説明が難しいところでございまして、本当にもうその場の雰囲気によりけりという感じなんですよね。僕がこうブラブラっとこう、ね、演奏しっぱなしでミニライブっぽくなることもありますし、どなたかがこうギターを持ってきていて、このギター弾いてみてくださいみたいな感じで僕がこうギターを弾いて、これはこんな感じだね、こんな感じだねってベラベラってしゃべるときもありますし、なんかこうセッションしようぜってなったら、セッションしようぜってなったりとか、なんかこうリクエストもらったらなんかリクエストを弾いたりとか、なんか質問もらったら質問に答えたりとか、そんな感じで、まあ、すごいこうのほほんと、非常に緩い感じで毎回楽しませていただいております。ぜひ遊びに来てくださいませ。もちろん今回も、このミニ巡業、静岡限定バージョン、事前の参加申し込みとかもいらないですし、あと参加費とかも特にいらないです。普通に当日、なんとなく予定がいたから、ふらっと遊び行ってみようかなみたいな感じで来ていただければ、もうこちらとしてはすげえ嬉しいなという感じです。ハルソニックさん、H スタジオ、夜6時から8時、9月22日火曜日でございます。よかったら皆様のスケジュールをチェックして、空いてたらぜひ遊びに来てください。で、まあ、今回もその僕がちょっといろいろこうスタジオ代とかその交通費とかホテル代とかいろいろこう負担してしまうところが多々あるので、もしよろしければ、まあ、その寄付といいますか、協力金をいただけますとすごく嬉しいなという感じです。たぶん、なんかどれか、なんかステッカーとピックをあげるとか、そんな感じになると思うんですけれども、一応1000円くださった方には、このステッカーと、あとこのピックを差し上げたいなと思っておりますので、ピック欲しい、ステッカー欲しいという方は、ちょっとご協力いただけますとすごく嬉しいなという感じでございます。はい。でも、まあ、別に強制ではないので、本当にちょっとお金がない学生さんとかは別にそんな無理はせずに、遊びに来るだけ遊びに来て帰っていただいても全然大丈夫です。で、まあ、普通に僕は浜松に一泊する予定なので、まあ、その後はそのご飯を食べたりとかすると思うんですが、そっちだけでも参加できるよという方、逆か。そっちだけなら、そっちなら参加できるよという方もぜひ遊びに来てくださると嬉しいなという感じです。事細かな詳細、僕の動きに関しては、Twitter で大体つぶやいているので、途中参加とかになりそうだなという方は、Twitter をチェックしていただけると嬉しいです。もちろん、スタジオの途中で抜けてしまうのも大丈夫ですし、スタジオの途中に入ってきていただくのも大丈夫です。この後の食事だけ来るというのも全然 OK です。まあ、単純に僕が浜松付近でうろちょろしているので、なんかいつも YouTube とか見てくださっている方は、ぜひこの会いに来てくれると嬉しいなという感じでしょうか。握手しましょう。なんかこう写真とか撮ったり、サインとか書いたりとかも全然しますので、よかったら、活用よかったら滝沢をフル活用していただけますと、これ幸いでございます。ということです。ちょっと急な告知になってしまいましたが、来週の火曜日22日、ハルソニックさん、もし来れる方はぜひよろしくお願いしますということです。まあ、ちょっと雑談しますと、僕自身もその静岡県ってあんまり行ったことがないんですよね。富士山がその半分その静岡県になっているじゃないですか。まあ、僕はその神奈川なので、その神奈川から山梨を通って、その富士山にこうわーっと行って、わー、富士山、月謝天ぷらって言って、このバイクで帰ろうと思ったときに、道を間違えて、なんか御殿場とかその辺に行っちゃったときくらいしか多分静岡に行ったことがないんですよ。まあ、新幹線で通過したとかは全然あるんですけれども、まあ、初めての浜松。いや、具体的には2回目なんですけれども、結構前の出来事ですからね。ほぼ初めての浜松という感じです。どんな方とお会いできるのか、僕もすごく楽しみにしておりますので、よかったら遊びに来てください。マチコさん、ちょっとエレキギターを持っていかないと思うんですけれども、こっちのマチコさんは一緒に持っていこうかと。
思っております。ちょっと弾いてみたいぜ、弾いてみたいぜという方も全然触ってみてください。そんな感じです。浜松でお会いしましょう。それではさようなら。